スウィントン伯爵は英国の伯爵、貴族、連合王国貴族爵位。保守党の政治家、フィリップ・カンディ・フリスターが1955年にジョイされたことに始まる。初代伯、フィリップ・カンディ・フリスター保守党の政治家で、航空省や植民地層を歴任した。伯爵家の旧邸宅、スウィントン・パーク。フィリップ・ロイド・グレアムは保守党の政治家で、 植民地大臣や航空大臣、ランカスター工業担当大臣などの閣僚職を歴任した人物である。彼は1935年に、ヨーク州マサムのスウィントン子爵に除された後、公職引退後の1955年に、スウィントン伯爵及び、ヨーク州エディントンのマサム男爵を授けられた。なお、初代伯は、結婚に伴う、所領相続を機に、妻、 メアリーの実家の姓、カンリフイコールリスターに改正している。初代白の息子ジョンは第二次世界大戦で戦死していたため、孫デイビッドが白尺位を継承した。二代白デイビッドは国王親衛隊長を務めた貴族院議員だった。彼には子がおらず、尺位は弟ニコラスが相続した。ニコラスの息子マークがスーイントン白尺家元当主である。 一族の邸宅は、ノース・ヨークシャー、マサム近郊のダイクスヒルハウス。かつての邸宅には、同地に位置する、スウイントン・パークがあった。現当主である第四代スウイントン、伯爵マーク・ウィリアム・フィリップ管理フリスターは、以下の爵位を有する。爵位の法定推定相続人は、現当主の子であるマサム・ダンシャク・ウィリアム・ウェドワード、管理フリスター。ありがとうございます。